プレイヤーであれば普通は一通り何でもできて当然ですよ。オールラウンダーの基本は状況に応じたプレーを心がけることです。時には攻撃的にボレーを狙い、時には守備的にカウンターを狙う。そうした状況判断の速さと的確さが求められるんです。